鉄のコン売ってまいりました。売ったのね、1個だけにしました。多分ね、別のやつが装備できる。おそらくネモじゃないかなと。残ってんのネモしかいないかな思って一つ残しました。で、あとヒョウのベルトをちょっとここで使ってみますか。装備した、使うと装備する。呪われてるとかじゃないよね。外せねえ。呪われてるね、呪われてるね。なんか攻撃力とかが上がんのかな、防御力か、ちょっとわかんないね。見とけばよかったな。まあまあまあいいわ。で、これ道具の欄が本当にシビア。もう装備で5個使っちゃってるので、持てるのが3つなんですよね。他はまあ4つですけども、特殊な鉄もスレッカに渡しちゃいましょうかね。はい、サラさんの話を聞きましょう。あら、フードかぶってかわいい。ありがとうございました。巨人についてお話しします。いや、紙芝居のやつ。昔この国で大きな争いが起こった時、誰かが巨人を目覚めさせてしまいました。しかし巨人は両者を滅ぼし、全てを焼き尽くして再び眠りについたと聞きます。テラリ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 ラ。巨人を自由に操るには赤と青の2つの水晶が必要なのです。なんか頑張れゴエモン外伝あたりで聞いた話ですね。からくり人形を動かすみたいなね。必要なのです。お、赤、青。ジオンはすでに赤い水晶を手に入れ、巨人を目覚めさせました。え、1個でいいの？ってことはコントロールが青か。あ、なるほどなるほど。その青い水晶も手に入れ、巨人を自由に操り、ラクロアを滅ぼそうとしています。で、青い水晶ってこと言ってたよな、ガルバルディが。青い水晶を持ってきてください。グラナダの劇場の右下の隅。ちょっと待って待って、なんでそこに隠したん？しかも右下の隅ってゲーム用語でしかわからないからね。まあいいや、行きましょうか。あ、ちょっと待って、そしたら一旦戻ってみよう。キャノンじゃないやつに、というかセイラに変わらないかなって思って。セイラね、魔法に弱いですけど、やっぱり魔法使えた方がなかなかいいんで。いや、お前いなくても大丈夫だったんだよな。実際いなくても大丈夫だったんですわ。ちょっと申し訳ないけど、あれ、あ、そうか、タンクじゃダメだ。道具をとりあえず、鉄のコン、ガンダムが持っていればいいのか。特殊な鉄とか、アムロは一旦外して大丈夫だと。キャノンが外せないんでね。なんでマジでキャノン抜けられないんだろう。レベルが低かったとかそういうあれじゃないと思うんだよね。これね、一回話しかけると仲間になっちゃうんで気をつけないとダメですよ。一旦メモか、これ。あー、でも言ってレベル10まで上がってますね。多分これ装備できるんで、ほら、55、30か。でもまあまあまあ平均的、シャア平均的なのか。
防御30、何にも装備してなくて防御30、武闘家なんだ。あー、防術いいね。いや悪くないね。であとは、特にはないか。タンクに特殊鉄持たせちゃってたんで、これを一旦ちょっと、これがめんどくさいっすよね。申し訳ない、お付き合いいただいて。これがやっぱりファミコンのゆえんというゆえんですよね。一応タンクにも抜けてもらって、この2人、キャノンと2人旅を見て仲がいいんだなって、それ別の意味になっちゃうから、気をつけて、そういうとこで。ちょ、一旦渡して、スレッカーはね、倉庫ですね、一応。魔法のロープ、魔法のロープでしたよね、脱出。一応、まあ、タンクとガンダムが、タンクとガンダムが移動魔法、ターンですよね。ターン使ってアムロが、アムロとタンクがケープ、まあ同時に失うことは考えづらいけども、やはり魔法のロープ、ガンダムに魔法のロープ、アムロに魔法陣マットがいいのか。まあどうなるか分からんけどね。ってことはメガパック、まあメガパックは、いやまあでもいろいろだな。魔法の手袋も欲しいよね。どこで買ったっけ。ちょっと魔法陣マット使いましょうか。じゃあガンダムがマット持って、これはいらないと。ガンダム持ちはいらない。ムーアか、グラナダ、あれグラナダか、ここじゃないな、グラナダか。魔法の手袋はわちゃわちゃ、あそうだ、どうせグラナダ行くからグラナダでよかったんじゃ。あ、そうか、ここあれか。あ、違う。右に、あ、ないか。グラナダか。アムロに魔法陣マットね。魔法陣マット。タンクもいらないと。魔法のロープ、買っときましょう。そう、だいたい買うときないっていうね。まあその印象が多いからそっちの記憶があるんですけどね。でグラナダで劇場の右下っつってたね。どうやってだいたい隠したんだって。おい、空気読めないやつ。おー、気合の一撃で3。だいぶ硬くなりましたね。キャノンの攻撃すげえ久々。あ、そっか、ガンダムの方が速くなっちゃったんですよね。あ、そう、それであのセイラがホバー覚えたでしょ。だからアムロの代わりにセイラでもいいかなって。
キャノンのはこの破壊力よ。これ見ちゃうとね、やっぱり欲しくなっちゃうよね。いやー迷うな、迷うなと言いつつセイラーと変えたいと思ってます。キャノンのいる意味が本当に結構謎なんですよね。であとメガパックと魔法のロープ、もう魔法陣マットはアムロのみですね。鋼の剣があったらセイラーに持たせたいな。だそうセイ、助っ人多分攻撃しかしてくれないですよね。あれロープここにもねえんか。攻撃しかしないんだったらやっぱりキャノンが助っ人で来てくれた方がいいんですよ。魔法使ってなかったですよね今まで多分。鋼の剣、あるね。スピア、斧、これどっちがいいんだろうね。斧買ってスピアをガンダムっていう選択肢もあるよ。一撃がでかくなるんで。まあいいのか。でも盗賊のナイフ、雑魚戦がほとんどだからね。結局魔法の手袋でバキバキに上げていけば攻撃通るんで、貫通してくるんで。ちょ待って、であいつかチケット欲しかったらって。これ積んだ、そんなことないよね。あのジジイのとこに、ちょ待って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 待て、あやった、おい、ただまあいいや、いくら、やったぜ。それかね、これで買えなかったら自身とこにもう一枚あるっていう、アレクサンダーのとこね。はい結構です。右下の隅本当かこれ本当にあるのかい。なんだこの紙切れは。残念だったな。青い水晶は一足先に我がジオン族がいただいた。しまった、サルサの話を盗み聞きしていたな。クソ、仕方ない、ひとまずサルサの元に帰ろう。なんて紙切れ、紙切れ、今のメモ残しといてくれるのジオン族ちょっと優しいっていう、ほうれん草ができるっていう。まあいいや、とりあえずこれでもうサルサいないパターンでしょ。もうさらわれたっていうパターン、その可能性大。さらわれ役ですよ。またいきなりボス戦とかじゃねえだろうな。まあほぼマックスなんで大丈夫でしょうけど。ナイトガンダム物語ね、これいきなり戦闘タイプだから。あ、捕まってない。そうですか、水晶が。ではせめて被害が大きくなる前に巨人を。おいいやそうなんだけど、そもそもはそうなんだけども、それができないから青い水晶だったんでしょう。さあ表にイカダの用意しておきました。それでルナツへも話ができてるじゃねえか。もう青い水晶盗まれる前提で用意されてて、ルナツへって。そん
なこと、そんなこと。いやー雑だなーこれ。のび太が作りそうなやつ。乗った。あ、うわー、あ、海流、やべ、トゥ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 なって。大丈夫か、イカダが流されてしまったようだな。もう大丈夫だ、ついでにみんな治療しといて。いや誰すか。ところでちょっと頼みがあるんだ。実は外にある船でルナ2へ帰りたいんだが、怪物たちが怖くて困っていたんだ。もしよかったら一緒に行ってくれないかい。はい、そうか、助かったよ。そうだ、噂で聞いたんだが、ギャロップの塔の裏の方にある洞窟にドラゴンの杖という物騒なものがあるらしいんだ。まあ俺には関係ないがね。ギャロップの塔ってのはドム、あのやべえドムがいたとこの裏にある洞窟にドラゴン、これも言ってましたね、ブラックドラゴンが持ってた杖が。なるほど、さあついてきてくれと。もう話がむちゃくちゃ勝手に進んでますこれ。ふっふっふ。え、キャノン、どうしたんだキャノン。俺はキャノンではない、貴様に倒されたブラックドラゴンの魂だ。話、ストーリー、どういうとこに持ってくの。だからか、だからお前キャノン行きたかったんだ一緒に。私が復活するためにはドラゴンの杖が必要なのだ。貴様と旅をしていればきっと見つかると思っていたのだ。だがさっきの話で杖のありかがやっと分かった。もう貴様たちに用はない、死ね。え、戦闘機キャノン、かっこそのまま。いやーよかった、あの話をキャノンいなくても大丈夫だったって本人には聞かせてなかったっていうことですね。セイラとあんだけ変える変える言ってて、なるほど、この布石だったってわけですね。もうそしたらもうこれっすよ、バキバキの打ち合いでいく。よえし、最後の最後までキャノン。え、じゃあ本物はどこに行ったっていう。でててててはっ、俺は一体、あ、そうか、乗り移られてたってことか。何のことだろう、正気に戻ったのか。俺は正気に戻ったパターン、いや何でもない。さあ先へ進もう。でこれでキャノン変えられると。ありがとう、夏の街です。では私をこれで失礼します。はい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 、そういうことなんですね。これでまあ船が手に入ったと。船手に入ってない。でもターンで、あ、いけますね。はい、ちょ待って、ルナ2で武器屋か防具屋とかあるかな。ちょっとバーッと、あるじゃない、ちょっとバーッと見さして。はいはいはい、このぐらいの広さだと。おーおーおお、あ、でもこれなんか船ありそうじゃないこれね。え、じゃあ今回ちょっと武器と防具先にやらせていただきます。ね、これ小さなメダルか、これ。傷ついた鳩。ちょっと待って。傷ついた鳩、かわいそうだよ、治療してあげないと。包帯ぐるぐる巻きにしちゃダメだけどね、まん丸にしちゃダメだよと。いらっしゃい、武器の店だよ。切り裂きの剣、切り裂きジャック、モンスターキラー、ついに横文字使い始めたよ。まあ、スピアはいいじゃない、槍だから。これ完全にドラゴンキラー意識してますからね。モンスターに強いってことかな。まあ、変えないけど。切り裂きの剣、あ、アムロいいですね。にしても高えな。にしても高えよ。そんだけお金が手に入るってことか。もうモンスターが変わって。めっ
ちゃカード出すやってないこれ。防具は？うわー来たねー。どうしよう、ナイト鎧から行くかこれ。どうせ魔法の手袋でほらナイトの盾とか。盾の方がいい気がするねこれ。ログネカードが出ねえ。わかるわかる。20円入れてね、10回ぐらいやってキラが出ない あん時ね。あれ何枚に1枚ぐらいキラなんだろうね。防具から行くか。まあ防具から行くかっつっても防具しか買えないんですけどね。鉄の盾、多分鉄の盾をナイトの盾にした方がいい気がする。あでも鎧、鉄の鎧を鋼の鎧に、あナイトの鎧にした方がいいのかな。攻撃力は魔法の手袋でやっぱさっき言ったように上げられるんで、これを買ったとして2500余るのか。銀の胸当ては装備できない。誰もまあセイラかスレッカあたりか、あとネモか。残っている3人言っただけですけど、2500余っても結局買えないよね。鉄兜とも装備してるし、オッケー、じゃあナイトの盾をアムロにあげようか。これでナイトの鎧がどんぐらい上がるかってのも一つわかるからね。まあいよいよ道具の段厳しくなってきてますね。ほらっつうかだいぶ上がったね。77、いいね。で鉄の盾は装備してたか、セイラー。これを上げちゃいますか。スレッカーにとりあえず預けて、はい。では、次回、ちょっとお店だけ見ます?ここも、すごいカード人気だね、ここも。ここの街。魔法のロープがない。奥義のメモ。奥義のメモってなんだろう。銀の玉が出てきましたね。銀玉。あ、これ最後にしよう、最後。いや、最後っつうか。ちょっと待って。もう最後ですね。せっかくお金余ったんで、ちょっと一応持たせてみよう。まあ RPG なのでおそらく次もダンジョンありますでしょう。あるからこのルナツの街 でここ行ってきてくださいクエストがあってダンジョンっていうことになりそうなんで、はい。で鉄の盾をちょっと一旦スレッカとか仲間セイラの装備ちょっと見てきてキャノン変えるかなっていうところで、次回誰になってるか、はい、楽しみお待ちいただきつつ動画の移動お願いします。